Hey ho, Freunde, hallo, herzlich willkommen wieder zurück zu Lost Judgment im Kapitel Lass die Schuld. Ja, und ich soll mich mit Sugiura treffen. Machen wir auch jetzt. Wir machen nämlich die Hauptfälle weiter. Nebenfälle lassen erstmal sein. In den Schulgeschichten habe ich euch ja gesagt, ich gucke mal, dass ich die entweder abseits mache oder mal gesondert nach und nach. Nichtsdestotrotz gehen wir erstmal zu den Katzen und dann zurück ins Büro. So, Katzi-Katzis. Na, Maika. Da kommt Champ, die streichelt. Yes. Yay. Sehr schön. 5000 SP mal wieder bekommen. Buch des Abgrunds. Lohnt sich also. Das war so nicht gedacht. Ach ja. Das Tag wollte ich eigentlich nicht schützen, aber naja, wird's erst mal. Da ist ja noch einer. Schibaraku netoke tte no. Schon wieder neue Schlagwörter? Geh nicht, oder? Hm. Ich könnte wahrscheinlich mal wieder nach irgendwas da suchen, aber nee. Der Hauptfall interessiert mich jetzt noch ein bisschen mehr. Hey, Wandwo. Ah, Yagami-shi. Kaito-san wa inochi ni betsujou wa nai to no koto de. Fukou chuu no saiwai deshita na. Shikashi, dou mo kimari ga warui no desu. Bokura ga o futari o ijinchou ni yonda sei de konna koto ni natte shimatta no dewa nai ka to.それとこれとは違う話だろう。俺も海藤さんもそんな風に思ってないよ。悪いのは相馬だ。ほう、やがみし。いやー、das kann man so sagen。やがみさん、もうマミやユイのところに行く？おや。僕はいつでもいいよ。ああ、行こう。オッケー、そう来なくちゃね。もし本当に八神さんの仮説が合ってたら、間宮ユイは河合信也の殺しにも三越場ヒロの殺しにも関わってる。まあそうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。Wenn Kuwana nicht schon vorher irgendwie mit dir geredet hat。どうも、先日お邪魔した源田法律事務所の八神です。え？
また間宮さんにお話を伺いたいんですが。こないだ全部済んだと言ってたじゃないですか。だいたいなんでいつも急に家まで押しかけてくるんです？お引き取りください。実を言うと今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。は？俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。知りません。杉浦は偉人町の探偵なんですよ。ある事件を追ってて、最近ニュースになりました。清涼高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？どういうご用件ですか？陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。私がお話できるようなことなんてないですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。北方先生は覚えてますか？黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本充君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。他の人は当たってください。なんで私なんです？もちろんこれから他の人も当たります。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね？いえ、どちらかといえば悪かった気がします。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。手短にお願いできますか？そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。Wenigstens lässt du uns rein. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Da ist dann darauf. Mamiya-san, 全然出てくれないけど。 Die vernichtet wahrscheinlich Beweise. So, da, na. Mata doa von Narasu? Sie nimmt sich viel Zeit, ob sie überlegt, wie sie vor uns fliehen kann. Sumimasen, omatase shimashita. Heya ga chirakatte ita mono desu kara.Beweise vernichtet, ich sag's doch. 今日はお子さんは？今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。それは旦那さんに代わってもらったら？もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなこと、あなた方に言われる筋合いはありません。そうだね。出過ぎたことを言っちゃった。それで？何を聞きたいんです？ Wo fange ich an? Ich habe jede Menge Fragen an sie. Aber wenn ich sie verärgere, wirft sie uns raus und wir stehen mit leeren Händen da. Und damit kann ich nicht ins Haus kommen. Das könnte man fragen. Mitsuru Kusumoto. Mitsuru. Ist das der verschwundene Typ? Fangen wir so an, so rum und dann notfalls so.楠本充を覚えてますよね？ええ、高校時代の同級生です。河合真也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？ええ、そうです。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？まあ同級生ですから一応。そしてその方々がみんな楠本充君の一件を間近で見ていたわけですよね。そうですね。
でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。わかります。そうでしょうね。Wer tut das schon gerne, ne? Der Anfang wäre geschafft. Ich sollte weitermachen und dann die Bombe platzen lassen. 最近、北方先生と会ってませんか？会ってません。というか、あまり思い出したくない方です。あの人は、学校をお辞めになった後、偉人町にいたと言ったら驚きます。いえ、別に。でも、偽名を使っていたとしたら、さすがに驚くんじゃないですか？知りません。私には関係ありませんから。Wirklich? Nichts davon bringt sie aus der Fassung. Ich sollte einen Schritt weitergehen. Echt jetzt? 痴漢被害はでっち上げですよね。はい。江原明宏にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか。示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください。今すぐに。ちょっと、八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に三越場博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。早く出て行って。江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでした。けど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時、関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女は神室町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任、北方先生です。何なの？間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか？彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています。知りませんよ。十何年も前の先生なんですから、もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよ。その証拠があります。え？おーごい。Will er denn jetzt etwa das Video zeigen? Yuki Takata alias Kuwana kann Yui Mamiyas Gesicht unmöglich vergessen haben. Der Beweis dafür ist... Das Video. Gehen wir auf alles oder nichts. Oh. 13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか？この動画を俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。表示されてる日付は楠本充が校舎を飛び降りた当日。彼がいじめられている様子をあなたも笑って生やし立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか？お願い、それを消して。画面を見る限りこの動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした？ここに映ってる満くんは今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合信也一人だったよね。いや、それと
教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる。何？向こうが気になるの？いや、愛してるマンのだ。マミヤさん。いつかこんな風になると思ってた。どういうこと？Wie wird sie hier gebracht? 誰？Oh, scheiße. この人が仲間を呼んだんだ。Maskiert Männer. Hoi! Ja, aber cool, wir haben keine Schuhe. Wir können wir zocken. へへへへ。部屋めちゃくちゃになっちゃったね。見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、30歳、黒川学園の卒業生だ。Sehr schön. やっぱりみんなつながってた。どうする八神さん、こいつらってスクモ君の小指折ったやつらだよね。ふん、仕返しに指折ったりすんなよ。それよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。ひとまず安全なところに場所を変えよう。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え？騒がずについてきてください。でないとこの動画がうっかり流出しちゃうかも。なあ、なんで昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。僕らが知る中じゃこの場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。そんなに長居しないって頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ズうずうしいにも程があんだろ。礼儀の問題だ。どうします、もう一回しますか？あ、そういえばね東さん、海藤さんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ？なんだと？海藤の兄貴が誰に？まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮由衣さん。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ？てめえ、もう返しは済ませたんだろうな、八神。くそ、RKのガキどもか。兄貴も何だってあんな奴らにやられちまうんだ。ひとまず東さんも落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る。間宮さんも観念してるでしょ。私をどうするつもり？知ってることを全部教えてほしいんです。あなたをどう扱うかはその後で考えます。
Na dann, los, was damit? もうさっさと終わらせて。聞きたいことは何？まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？俺はあのデータをクアナと名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう。じゃあ桑名はあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた？そう。でもさ、それならなんで世間的に河合真也だけがいじめ加害者になってんの？あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。動画が公開されなかった理由は？北方先生があれを公開しなかったのは、私たちのことを一生指導し続けるため。え？もし事件当時あの動画が世に出ていれば、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名も晒されて、損害賠償を何千万とさせられてるし。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める、まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話。今はその時と状況が違うってこと？私には小さな子供がいる、優しい夫も居心地のいいマンションも。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。それにうちの子はどうなると思う？友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。人生が台無しになる。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。ミツルはその日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。あんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけか。Mit diesem Video erteilt Kitakata-Sensei seinen ehemaligen Schülern also eine Lehre. Watashi igai no member ni shitemo onaji. Kurokawa Gakuen te nakanaka level ga takakute ne. Taitei sotsugyo go wa ii daigaku ni shingaku shite ii kaisha ni haiteru. Jibun de kigyo shita yatsu mo iru shi atarashii katei o motta yatsu mo. Sokka. Soitsura mo anta to onaji nanda.あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。そうよ、わかる。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。ダメージが一番大きくなるタイミングを。そしてある日連絡を取ってきたわけ。動画に映っていたいじめっ子たちにね。桑名から連絡があったのはいつ？5年前、まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、公園で先生は私に声をかけてきた。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。そしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。本当異常者。僕には動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね。本当にそう？似たようなことをあなたは絶対にやってない。自分より弱い子に意地悪したことは、みんなと示し合わせて人を無視したことは、誰だってやってる。私たちはその相手にたまたま飛び降りられて、たまたま隠し撮りされてた。よりによってなんで私がこんな目に。
あんたがそういう人だからだと思うよ。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ、そういう人だからだ。5年前って言ったな、桑名があんたに動画を見せてきたの。それで思い出した。白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ。ん？さっき名前の出てきた河合信也、あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ。Kuana trat vor 5 Jahren zurück in das Leben von Yui Mamiya und der Gruppe, als man Kawai entführte. やっぱりあんたらだったんだな。カムロ町からカワイを拉致したのは。そして、殺した？違う！私たちじゃない！そんなことできるわけない！私たちじゃない？ってことは、違う誰かが殺したってこと？つまり、河合が殺されたのは間違いないんだな。私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。桑名はその理由を何て言ってた？あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。あんたらにとってはそれじゃ済まない。ええ、だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。カムロ町で目撃されたのはその時のやり取りだったんだろうな。で、それ以来河合は消息不明になってるわけだが。先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていいって。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それには何て？文面は何もなくて、ただ動画がついてた。スマホで撮った。そこに映ってたのはカムロ町で河合を車に押し込んでいる私たち。先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。その動画にはみんなはっきり顔が映ってた。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見ればほとんど誘拐。その動画を見てたらもう一通先生からメールが届いた。今度は画像が一枚だけ。でもそれを見て凍りついた。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合が死んでる写真だった。その2通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが河合を車に押し込んだ後、それを殺したって。桑名にしてみれば、それで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来、私たちはもうずっと先生の言いなり。どんな要求も断ることはできなかった。何を要求された？あの人はあの人はね、私たちに人殺しの手伝いをさせるの！人殺し？ Sie helfen Kuwana dabei, Leute zu töten. Endlich gelingt uns bei diesem Fall der Durchbruch. どういうことなんだ？あんたらは誰を殺したってんだ？いじめ自殺を引き起こした。
加害者たち。それを先生は殺して回る。全国各地で手当たり次第。何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。共通してるのは自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。7人？嘘でしょ。そんないじめ加害者への復讐、それを桑名は手当たり次第に。先生はそれが私たちにできる唯一の贖罪だって。人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。いつかみんながそれに気づくまで私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないから。どうしたもんかな。俺はちょっとそいつを応援したくなってるぜ。いやダメだって。じゃあ御子柴ヒロを殺したのもその一つか。御子柴は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか。だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。私だけじゃない。御子柴を車で拉致するにも人手がいったし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役もみんな先生の指示で動いてた。そういうことだったのか。先生とは暗黙の了解があって、私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。標的をおびき出すとか、死体を埋める穴を掘るとか。でも先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。自分で殺した死体を冷凍保存。そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけだ。 Das heißt, wir müssen die Leiche finden jetzt oder was? Mitsuru Kusumotos Fall vor 13 Jahren trieb Kobana dazu, Mobber hinzurichten. Der vor ihr. Oh nein. Sankara hat schon wieder einen Abgang gemacht. Och, nicht doch. Kuana war. Oder? Ich dachte schon. 13 年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人町の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。そしてその地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なのかもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる？何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。その理由は今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった？それは私もよくはわからないけど、ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。清涼高校で起きた自殺のことを聞くために。清涼高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出したの。そんな話をどうやって？陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では、だから気を許して全部話したんだと思う。
そしてそれを聞いて先生はやっぱり巫女柴も罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。じゃあ沢先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件もかもしれない。いやそうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。誰から？羊だ。もしもし。よう、俺が誰かわかるか？八神。桑名？はあ。俺のことを探してるみたいだな。あんた、今どこだ？お前が一人で来るならすぐに会える。ただその代わり、マミやユイのことは解放してやってくれ。何？わかった。あんたと会えたらその時解放する。もちろんそれでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今八神探偵事務所にいるよ。何？お前の椅子なかなかの座り心地だな。戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それとあんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないからな。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの？八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか。Ja, Freunde, und genau das machen wir dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Lost Judgment hier auf meinem Kanal. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und dann sagt's nur noch ciao, ciao. Dann reden wir wieder miteinander.